今日は、ね、ちょっとしたちょっと小技ということでね、Tips ということで、iPhone のね、アプリをこう断捨離というか、いらないものを消すとき、整理するときですよね、要はに、どういう基準で皆さん整理されてますか。ちょっとね、面白い Tips を見つけたので、そちらをね、皆様にお教えしたい、共有したいと思います。ではね、早速そちら、見ていきましょう。はい、iPhone 出します。こちらでーす。まずね、iPhone をアプリをね、使ってるか使っていないかの基準をね、どこで決めるかなんですけど、それもそれぞれありますよね。あんまり立ち上げてない。でね、立ち上げた回数とか、どんだけ、まあ、近頃使ってるアプリみたいな、こう、整理の方法っていうのは iPhone の中には当然ないので、自分の感覚でね、決めるしかなかったのがですね、まあ、これもね、気づかなかったんですけど、設定アプリに行って、モバイルデータ通信っていうところに行きますよね。で、下の方に行きます。そうすると、ほら、このように、モバイルデータ通信を使用しているアプリ、が確認できます。これを見てね、こう見ていくと、こう、まあ、いろんなアプリがある中ですよ。全然使っていないアプリが、大体がやっぱりこう、なんて言うんでしょう。ネットのね、を使って、やってると思うんですけども、ほとんど使っていないアプリを、この中でね、少ないな、使ってないなっていうものを、なんて言うんですかね、ふるいにかけれるというか。まあ、この中で僕の場合はね、ほとんど使ってますね。今初めて見ましたけど、ほとんどまあ使ってますけど、こんな中で使ってないな、これ電波全然俺の使ってないよっていうやつがあればですよ。それはね、削除対象になる、なりうるということじゃないですか。もうあくまで判断基準の一つとしてですけれども、結構これは重宝するのではないかと思います。僕のなんか、ほとんど使ってましたが、私は結構アプリいい感じに入れております。使ってないアプリ実は速攻で消すタイプなんで、こんな感じで、ほとんど使ってるアプリになってると思うんですよ。僕はね、64GB もあるのがほとんどの容量を動画が占めておってですね、このような動画が、iPhone の中でほとんどのその容量を占めているような状態でございます。まあ、こんな、使い方というか、アプリの、整理の仕方、相当の仕方っていうのもあるよっていうのをね、覚えていただければなと思います。で、今回この、方法を見つけた記事、またこちら、ね、下の説明欄に貼っておきますので、そちらで詳しくご覧になってください。こんな感じです。まあ、サクッとご紹介いたしましたが、ぜひ皆様もこのようにやってみてはいかがでしょうかということで、以上、ちょっと、iPhone Tips でございました。じゃあねー。